さ10倍でしょ。これ結構難しいです。毎度ワインざんまい竹舞です。今日は私が主催するオンラインサロン家飲みざんまい部員の方たちとリアルでワイン会を行いますので、ちょっとそのワイン会の雰囲気だったりとか、あといいワインを揃えてるので、今回そのいいワインと資格のワイン値段差何倍っていうワインをブラインドして当てられるか実践していきたいと思います。今日のワイン会のコンセプトは新旧世界の高級ワイン飲み比べ会です。ということで、新旧っていうのはあのニューワールドの方ですね、新しい、まあ、アメリカをはじめ、あとチリのワインもあるかと、フランスのワインの飲み比べ、ちょっとヴィンテージとブドウを揃えたみたいな飲み比べなんですけど、今日、はい、皆さんで飲むワイン、これはもう撮影したら冷やさないといけないからね。まずは乾杯はアンドレ・クルエ様でいきたいと思っております。これはさ、多分さ、ピノノワール 100% だよね、うん、ブランドノワールだった気がするんだけど、とってもあの歴史が古くてですね、ナポレオンとかともゆかりのあるそんなシャンパーニュでございます。ブジー村のピノノワールを使っている。しかもちょっと2つともマグナム、迫力がすごいね。でもう一つが皆さんご存知クリスタルですよ、2006年のマグナムということで、これ P いつから持ってるんですか。これ結構前に買ったやつだね。ああ、じゃあもう寝かせておいて。これはもう私大好きで、ピノノワール65のシャルドネ35ぐらいかな。で結構力強いので、リリースしてすぐ美味しいとは私思えないんですよ。あの褒めてるよ。でも2006年って今がちょうど飲み頃になってきているんじゃないのかなっていう見解です。しかもマグナムだしね。そう、これすごい壮観じゃない、圧巻っていうの、なんていうの、すごいよね。でそのマグナムは美味しいって言われてるんですけど、なんでかっていうと、やっぱ流通する頻度が減るからなんですよね。まあいろんな諸説あると思うんですけど、マグナムってそんなあっちのねお店行ってこっち持ってってってしないから、すごい状態がいいことが多いっていうのがあるのと、あとは都市伝説でマグナムにはいいワインを生産者が入れているっていう都市伝説もあるけど、まあそれは都市伝説なんで、まあ流していただいて、まあ、ゆっくり熟成されるっていうのはね。そう、白ワインの飲み比べがですね、これ鬼アツですよね。じゃーん、オーボンクリマーのシャルドネ。ニューワールドの方が皆さん知ってるかな、オーボンクリマー略して ABC って言われてますけど、こちらのトップキューベシエラマドレビンヤード。シエラマドレでいいよ、シエラマドレ、うん、ちょっとさ、いいやつすぎて飲んだことがあんまりないんで、すいませんちょっと言えなくて。のびっくりするべきが2009年ヴィンテージとコルトンシャルルマーニュ、なんとボノーデューマルトレ、とても素晴らしいね作り手の、しかも2009年、これもいい年だよね。コルトンシャルルマーニュといったらやっぱモンラッシェと同じような素晴らしい畑ですから。そうだね、マルトレは DRC にも畑を貸して19年から作ってるからね。あー、 DRC がね、うん、あれは1本200万するもんね。ひゃー、そうだよね、コルトンシャルルマーニュ。だからそんだけ素晴らしい畑を持っているっていうね、そんなボノーデューマルトレです。あ、これは面白いですね。はい、続きまして赤の飲み比べはピノとボルドーブレンドがあって、これね皆さん知らない人がいたらぜひ知ってもらいたいんですけど、ニューワールドの方はアメリカのカレラです。カレラのライアン2005年ヴィンテージ、カリフォルニアのロマネコンティって言われているぐらいピノノワールとっても有名な作り手です。と比べるのがニコラポテルという作り手のシャンベルタン2005年ヴィンテージ。シャンベルタンっていうともうね、ブルゴーニュの中でも本当素晴らしい畑で、2005年、これも2005年同士ピノノワール同士楽しみでありますね。これはさすがに差があるんじゃないかなと思うんで。そうね、さすがにシャンベルタンには勝てないんじゃないかなって思うよね。あとは彼らとかそういうニューワールドのワインって基本的に、まあ、リリースしたらすぐ楽しまれる、まあ、そういうスタイルのものが多いから、昔のヴィンテージを飲むってなかなかない機会だと思うので、それは楽しみにしていますね。確かに05はブルゴーニュもいい年だからね。そういう意味でも分が悪いかもしれない、うん、分が悪い。でこれからブラインドするのがですね、こちらのワインなんですけど、まずはチリ、皆さんモンテスアルファって聞いたことあるんじゃないですかね。このモンテスアルファの一番いいキュベ M でございます。なんとね5万ぐらいするオーパス1に勝ったことがあるって言われているね、そんなワインですし、もう一つが90年のシャトーブランカントナック。あれ、ブランカントナック、ブランカントナックか、ブランカントナック、え、じゃあ2級ってことだよね。いや3級、まあ、カントナックブラウンか。え、カントナックブラウンなのこれ。カントナックブラウンなのにブランカントナックって書いてある。え、これ2級じゃない？ブランカントナックって2級マルゴーで、カントナックブラウンはブランカントナックの隣の畑なんだけど、ちゃんとカントナックブラウンって書いてあると思う。ブランカントナックでしょ。でも2級に上がった方がスペルが違うからね。野村さん、これってブランカントナックですよね。
二級だ、まあ、間違えた。ちょっと大事なとこ間違えてる。大事なとこ間違えてる。よかったね。そう、今日ちゃんと復習してきたんですよ。ありがとうございます。そう、カントナックは格付けの中にあるけど、ブラのカントナックだけ二級のマルゴって覚えておこうねって私前アンパンマンマジで言って。二級です。二級です。ということでブラインドしていきますか。はい。そう、こっちは90年だからね。じゃあ私調べたの、カントナックブラウンはワンヤードボゲート88点だったけど、これ何点なんだろう。ありがとうございます。ちゃんと 1,2,3 って書いていただいてありがとうございます。ではやってまいりたいと思います。ウラヌカントナックとモンテスアルファ M と野村さん、もう一個は秘密のワインです。秘密のワイン。値段差で言うと何倍ぐらい違いますか。だいぶ違うです。だいぶ違うか。10倍ぐらい。はい、では飲んでいきたいと思います。あ、1いい香りするな。あの2番だけ結構紫がかった色なんですよね。モンテスアルファ M、 少しいただいても。あー、2番もいい香りする。結構チョコレートみたいな感じで。え、モンテスアルファ M って2005年だっけ。96年。うん、そんな古いの。3番もすごいしっとりした。まだ香り開いてこないですね。いいもん、同じの飲んでるんでしょ。うん、いや、これ香りだけじゃ分かんないだけ、うん、でもちょっと2番がダントツ毛色が違う、若々しい感じ。うん、そうね。ちょっと今回ヴィンテージが古くって、今日の会場アジルテアネッソの私がとっても信頼しているソムリエールの野村さんに出していただいているので、マジでわかんないんですけど。え、この時点でのあれはやんない？予想は。ああ、この時点の予想やろうか。飲んじゃったけど。え、1番がブラヌカントナック。2番は四角。3番がモンテスアルファ M。なるほど、その理由は。いや、嘘。1番と3番変えるや。モンテスアルファ M で2番四角でブラヌカントナック。なんでかっていうと、ブラヌカントナックまだ香り飛んでこないんじゃないかなって思って、抜栓したてで90年。ああ、なるほど。ちょっとそうで優しい感じを受けた。96年の方がまだ新しいから、ちょっと1番だけ飲んじゃったけど、1番まだ力強さが最初から感じたので、モンテスアルファ M。 はい、じゃあ飲んでいきましょう。はい、飲んでいきましょう。でも1番美味しかった。しっとりしてる感じが。でも、もうチーってわかんないね。こっちがね、結構ね、2番が熟したニュアンスがあるんですよね。おー、結構2番タンニンがしっかりしていて美味しいけれども、ちょっとアフターに野菜のようなニュアンスがあるから、こういうニュアンスって、まあ、ちょっとヴィンテージからですけど、古いヴィンテージから出てこないんじゃないのかなっていうね、そういう予想ですね。まあ、何年ヴィンテージ出してもらってるかわかんないけど。 P2 番飲んだ。うん、飲んだ。タンニンが滑らか。タンニン滑らかだね。コクコさ10倍でしょ。じゃ次3番いきたいと思います。3番が一番香り閉じてるんだよね。え、カフェルネソーミニオンのタンニンじゃない3番。カフェルネソーミニオン入ってんだけど、やばい、これ全然わかんないかも。あれ、 M とブランカントナックは飲んだことがある？ない、ないと思う。あれ、前家飲み三昧 V の方 M 持ってきてくれてたかな。あ、そうだね、1回。でも96年とかそんな古くなかったよね。あ、そうだね、うん、色で言ったらよ、この2つが90年と96年なんだと思うんだけど、うん、でもその熟成が進んだモンテスアルファって飲んだことがないから初めて。結構酸もしっかり感じるんですよね。モンテスアルファ M は1万4000ぐらいかな。で、前ブラインドをした時にオーパス1に勝ったことがある。1位がラフィットで、2位がモンテスアルファ M。 これ結構難しいです。やだじゃあ正解は。待ってね、もう大丈夫ですか。マジでわかんないんだけど、結構1番ね、美味しくって力強いのね。え、1番がやっぱモンテスアルファ M かな。で、3番が落ち着きのある、90年めっちゃいい年だけど、ブラヌカントナック。マルゴはこっちのニュアンスかな。はい、ということで決まりました。え、じゃあ四角のブドウとか産地は。四角は、やっぱカフェルネソーミニオンだと思いますよ。うん、やっぱタンニンしっかりあるから、滑らかだけど。で、メルロも入ってる気がする。ボルドーじゃないですかね。ボルドー、なるほど。もしかしたらメルロ比率高いかもしれない。1番がモンテスアルファ M、 2番が四角、3番がブラヌカントナック。じゃあ、正解をあげます。1番がこちら。あー、そうなの。ブランカントナック。ありがとうございます。1番がブラヌカントナック。あ、美味しいね。2番が、2番が四角です。四角、ピエール・リュールトン。これどこのワインですか。ボルドーしか表記ないんですけど、はい、はい、ポーテ・ダケルチームのメルドを
メル、あ、メルロ主体の。あー、合ってた。それは合ってた。え？あ、ちょっと結構熟成してるの。2009年。え、これ2016年って書いてありますよ。あ、16年。うん、2016年。ちなみにおいくらですか、これ。2000円？あ、仕入れで2000円ぐらい。かなりコスパですね。確かにいいですね。え、これは美味しいや。そう、普通ね、2000円ぐらいで2016年ってもう結構熟成進んでるから、いいですね。で、3番目が M です。M！ マジで全然香り飛んでこなかったよ、うん。なんかすごい静かな感じ。え、ボルドーだと思ったんだけど。これはわからないね。これわかんないですね。M がすごくいいね。M めっちゃいいね。というわけで。というわけで。1問正解と。これ前回かそっか、ブラヌカントラック、やっぱなんか90年だからいきなり美味しいと思わなかったんだけど、開けてすぐ素晴らしいね。確かにそうだね、うん、結構もうパワー炸裂というか、うん、これ多分ね、明日ぐらいになったらもっと落ち着いてまた違う美味しさになる気がする。なるほど、明日だったら当たってたってことですか。うん、明日だったら当たってたと思う。明日もう一回やったら絶対当てられるわ。はい、そんな感じで家飲み三昧部ではですね、こういう楽しいワイン会やってますので、ちょっとまあまた今日出てくる他のワインも、そうですね、うん、後で酔っ払った状態で動画を撮れたらいいなって思っています。皆さんチャンネル登録よろしくお願いしますね。ここまで見ていただいた方は、あの、私の励みになります。ということで楽しんできます。はい、お疲れ様です。作っていただいちゃいました。確かに、あ、ありがたいですね。新旧世界の高級ワイン飲み比べ会ということで、どれが良かった。やっぱボノーデュマヌトレイのコルトンシャルルマーニは、うん、素晴らしく美味しかったですね。あとはまあビックラポンなところで、まあ、さっきのブラインドでも間違えましたけど、モンテスアルファの M はちょっとチリエのワイン、こういう味わいだっけって思わせてくれる素晴らしいワインでしたけど。確かに、うん、P はどうでしたか。いや、結構他の人はライアンが良かったって人多かった。そうだったね。カレラライアン、それだよね。ライアンめっちゃ美味しかった、うん、ライアンこちらこれですね、はい、うん、ライアンいいって人多かったな。あと、あのクリスタル2006年もとってもなんかクリスタルの良さが出てきた感じの年だなって思いましたね、うん、まとめると新旧の比較はとっても良かったです。なんだろう、本当に最初ライアンとシャンベルタンだったら圧倒的にシャンベルタンだろうって思いきや違かったとか。いやね、結構こう拮抗してたよね、まあ、方向性違うけど。そう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 、やっぱり比べてみないと分からないっていうところがあって、うんうん、こうやって比べてる中でワイン好きな人たちと話してるからこそワインの話をずっとできるっていうこの環境が本当に家飲み三昧部素晴らしいなって思いました、うんうん、仲間がいるからね。仲間がいるから、あのね、いいワインを飲んでてもワインが好きな人が相手じゃないと世間話になっちゃう、ワインがサブになっちゃうから、やっぱワインの話をメインに話せるっていうのは本当に素晴らしいコミュニティだったと思います、うん、確かに高級ワイン今回も家飲み三昧部でやってるんで、はい、ぜひあの興味のある方は、本当に家飲み三昧部員でそういうこういう回しか出ないっていう方とかもいらっしゃるので、興味のある方はあの LINE から、はい、下記概要欄に入ってある URL から飛んでいただくとお知らせいくので、うん、登録してみてください。 LINE の登録をお願いします。お願いします。今日はアジルテアネッソさんでワイン会をさせていただいたんですけど、本当に私が YouTube を始める前からお世話になっているお店で、もうその時からずっとワインのことを教えてくださっている野村さんです。今日もありがとうございました。こちらこそありがとうございます。なんかそのアネッソさんの素晴らしいところはたくさんあるんですけど、グラスワインめちゃめちゃありますよね。それは自慢です。まあ私が趣味で開けちゃうだけなんですけれども、常に30種類以上です。スパークリングワインも入れると30種類ぐらいは開けてます。お値段は安いものでおいくらグラスで。今は850円からになっちゃってますけれども、だいたい1000円ちょっとのものが多いので、はい、結構なんか私野村さんに何度もブラインドで出していただいたりしてるんですけどワイン好きがいてもニッチなワインとか出していただくんですよ今日もね、イスラエルのワインこれありますよみたいな見せていただいたし、本当に素晴らしいので、ぜひワイン好きな方、本当はね、本当はすごい好きだから個人的に利用したいから教えたくなかったんですけど、あの皆さん使ってほしいですし、もし私がいたらあの声かけていただけたら嬉しいです。お願いします。お願いします。赤坂駅、赤坂見附駅から徒歩もどっちからも5分以内で来れるお店なので、ぜひ興味のある方も来てみてください。ありがとうございます。はい、ではでは、バイバーイ。